はい、おはようございます。さあ今日は、3月24日ですね、日曜日。さあこれから、千葉県にあるねパラドックスさんというサバイバルゲームフィールドに行って、物販をやっていきたいと思ってます。というかやりに行きます。毎年ね呼んでいただいててね、もう3回目かな。まあ、コンバットマガジンのねサバゲさん、東平さんたちが、なんか親しくしてるフィールドさんで、すごいねいい方でね、毎年楽しみにしてます。雨がねちょっと心配だったんですけど、今日大丈夫かな。うわここできたねビル。赤羽ねなんか今いろいろ再開発があってどうなってるんでしょうね。実際の交通規制に従って走行してください。よいしょ。サバイバルゲームフィールドの地図って結構ね出ないこと多いですよね。あの周辺までみたいな感じで、まあなんとかなるでしょう。もう3回目なんでね、なんとなく道も覚えてると思うんですよね。よし。いやーしかし今日日曜日でしょ、24日。これからね今日入れて4週連続土日は遠征って感じなんですよね。いやーなんとか無事に乗り切りたいと思ってます。はい、アクアラインまで来ましたよ。来た時はドラクエウォークをまだちょこっとやってたんだよな。まあどこも空いてないと思うけど、一応上行ってみましょうか。これ覚えとかないと分かんなくなっちゃうんだよね。3階前ね、ひたすら車、これ海ホタルってあのなんつうの、どっちからも入れるから反対側の方に止めちゃってたんですよね。どっかやってるかな。ゲーセン、
スタバやってんのか。スタバでコーヒー買おう。泣いてんのかな。海ほたる館内ですね。でもなんかちょっと明るくなってきましたね。これなら大丈夫かな。まだお店は全然やってません。7時あたりからなのかな。足湯8時からいいよね、これ足湯。この上の階もあるんですけどね、多分どこも空いてないでしょう。海を走ろう。いいよね。11月10日なんだ。展望デッキ。おお。風が。明るいね、だいぶ。いや、とにかく雨さえ降んなければ全然いいんですけど。はい、では休憩終了ということでパラドックスさんに向かいましょう。だいたい到着予定時間は7時40分ですね。明るくなってきた感はちょっとあるんですが、依然白いは白いですね、これね。去年ね、車置いたとこ分かんなくなっちゃってなんか20分ぐらい探したんだよね、あれっつって。あれビビったな。これね、すごい設計しましたね、これね。こういう風に両側から入れてね、両側とも止まれるという。明るい明るい、大丈夫だ。これは雨大丈夫そうだな。走りたいね、こういう道はね。気持ちいいでしょうね、これ。
インターに来ました。君津ですね。君津っていうと、もう今もやってらっしゃるのかな、太陽ボケさんっていうのがね、結構有名な店で、よくおやじさんと問屋さんで会ったりもしてたんですけど、まだお元気なんでしょうかね。さて、これを左に行くんだよね。左方向です。ナビ最後までたどり着けるんだろうか。左方向です。そうだよ、いつも俺スープパスタ専門店っていうのが看板あって、うまそうだなと思ってたんだよね。思ってたというか毎回持ってんだよね。そのマザー牧場なんですね、ここね。大昔一回行ってるんですよね。すごい。いやー、でもなんかすごい明るくなってきましたよ、これ。雨大丈夫そうだね。よかったよ、これ。およそ2キロ先、左方向です。近いからいいですけど、来週から私の体力は持つんだろうか、若干心配ではあります。まあ公式はね、岡崎と京都なんで、あと次の週はね、ももクロライブなんですよね。たまたま次の週になっちゃってね。でも良かったっちゃ良かったかな。楽しみですよ、皆さんのライブは。霧が結構立ち込めてますね。幻想的な眺めになってます。ああ、こういう道あったね。どっかで右に入るんだっけ。確かなんかあるんだよな。どっかでね、細い道入ってくるんですよね。31分ということで、まあ、ちょうどいいか、ちょっと早すぎたかな。もういらっしゃってる気がするんだよな、皆さんね。
そのトラロープを越えることないようにちょっとお願いします。で、フラッグの配置はこのようになってて、上フィールド両方同時にしっかり押してくださいよ。したらニュートラルからグリーン、これ10秒のカウントダウンしてください。押してんなってのが分かります。ディフェンダーはこれを待ってバシバシ打たれる。で、本来なるまでしっかり押してで、ディフェンダーさっきこれを待ってしっかりと制圧する。ありがとうございます。はい、行きましょう。ありがとうございます。お願いします。あー、そっかそっか。あれ、これ違う社会とか安いやつ。社長カメラ。社長カメラ。社長カメラ。ハハハハハハ。俺の開幕ダッシュはなんか大して赤いよ。そこら辺で止まっちゃいました。いや、その辺この2番から大体青ですか。青変で、あんまりやりすぎる。なんか久保さん行ったからチーム違ったの。いや、もうほらここに若いね。若くはない。若く、よく見るとみんな若くない。じゃあ若い。若くはない。50代。あ、じゃあ全然やっぱ40代が頑張ったでしょ。俺。ギリギリ40代。それはちょっと、ちょっとなんか泣くときも一緒。普通に49歳と間違えたから。やっぱね、40歳からは良くないですから。膝と腰と。もらったベタに。怖いタイプ。右じゃん。右だっつってんのに。将軍っすか。俺じゃあ今ちょっと一番下まで降りてみようかな。やっぱりダメだ。
写真撮りますよ。構えて、構えてください。構いませんね。なんであの格好で見つかったの謎です。あ、俺あの子に当たっちゃうよ。え、いるでしょ。あの子に当たっちゃうよ。諦めないで。諦めないで。ダメだっつって。サバさん、サバさん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 。痛い、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 痛い。痛いよ。OK だよ。痛い。待って、鈴木さん、どこ行くの？痛い。一番痛いとかだった。くそてえな。ま、写真撮ります。すいません、はい、おはようございます。で、写真撮ると当たるんですよね。これ1万再生の男。一応万罰っす、万罰。午後の部がスタートです。天気も大丈夫ですね。始まりますよ。あ、これフロンティアさんの動画なんでね。面白い。はい、あれ赤どっちですか？赤ね、ノース。ノース、あ。なんだシャカリキコロンブスたち。真剣40代喋り場って感じ。
立山道路を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。はい、終わりました。およそ700m の10周年記念の周年祭、まあ最後雨降られましたけど、なんとか皆さん楽しんだんじゃないんでしょうかね。参加した方も非常に楽しそうにサバイバルゲームしてる感じでしたね。で、物販もねやらせていただいてどうもありがとうございました。また来年も呼んでいただけたら助かりますね。はい、ということでね、それこれあとは、およそ 300m 先右方向です。まっすぐ帰ってもね渋滞なんですよ。ということで今年もまたフェリーに乗って今から三浦海岸に行っていきたいと思います。ということでパラドックスさん、あのサバゲさんとゲソの皆さんね、手伝っていただいてありがとうございました。で、いろいろお買い上げいただいてくださったお客様どうもありがとうございました。また来年もぜひ会いたいもんですね。さあ金谷港にもうすぐ着きます。金谷港でねフェリー乗り場、どうやってフェリーのチケット買うんだったのかな。絵がいつもと違ってる気がするけど、気のせいかな。とりあえずこのまま行っちゃいましょうか。さあ海ですよ、海、右側海。そしておよそ 300m 先、フェリー北行き口は右方向です。右方向です。
はい、今乗船待ちなのですが、一応ね満員になってるんだけど、なんとか乗れるでしょうってことで並んでおります。いや乗れるといいんだけどね。これ乗れないと、今5時なんですけどね、6時の便で着くのは7時、8時でしょ、まあ8時でもいいか、まあ1時間待たなきゃなんなくなってしまうので、なんとかこれに乗りたいんですが、果たしてどうなるでしょうか。乗れました、よかった。さあ上上がります。潮風が香る。もうさらに上がるのか。いやー良かったですよ。もう一個上にこのまま行けるのかな。よいしょ、ギリギリでしたね。さあ座れねえんじゃねえかな。もうこんな感じです。はい、席もなんとか座れました。さあこれから出発です。ラウもう少しで着きます。楽ですね。ちょっとうとうとしてました。いやーでもこれ多分ね最後からね 4,5 台目よ。よかったです、乗れて。さあ今6時10分、三浦海岸到着予定はね、25分、まあ、すぐですね。空いてるのかな道。すっかりこれデフォになっちゃいましたね。これキロ切ってますね。
34号線です。海岸沿いの有名な通りですね。もう夜なんですっかりあれですが、今日何があんのかな。中澤さんとこの、ね、お店はね、まあ、ねサラダ好きなんですよね。何でもいいの、何でも美味しいんだよね。ちょっと肉食べてパスタかガーリックライスかどっちにしようかな。米も食べたい気分なんだな。まあそういう時の雰囲気で、では残念ながらアルコールは飲めないですけどね、これね。それはそれで美味しいもんちゃんと食べられるんで良かったりするんですね。酔っ払っちゃうと最後の方何食べてるのかよく分かんなくなってるからね。いやでも道空いてますね、さすがにね。この時間もうあといよいよ3キロぐらい。美味しいレストラン懐かしいね。赤羽に昔あったんですよ、ごちそうっていうと富士屋。まだあるんですね。さてと、いやしかし今度ね三浦海岸というかな、まああのシューティングレンジヒーローズさん、三浦シューティングクラブだったかな、公式練習会がね行われますんでね、すごい勢いでエントリー来てるらしくて、もう80人ぐらいになっちゃってるらしいんですよね。まあ中澤さんの人徳でしょうね、これもね。本当に嬉しいですね、こうやってねこういうところでも公式ができるのが。まあちょっと当日は少しでも手伝えたらなと思っております。赤羽に帰ってきました。さあこれなんかあれなんか仕様変わってないかなこれマジで。まあいいや、ちょっと今日はこのまま行きます。はい、ということでどうもお疲れ様でしたって感じでした。朝からねサバイバルゲームフィールドパラドックスさんに伺って物販やらせていただきました。みんな楽しそうでね、いろんな人といろんな話できて楽しかったです。さて次やサバイバルゲームフィールド行くことはまたあるんでしょうか。まあ多分来年また体が元気だったら、パラドックスさん呼んでいただけるんじゃないかなと思ってるんで、また1年後楽しみにしてます。ということで今週は今度いよいよ公式練習会が本格的に各地で始まりますね、今週からね。今週というか今度の日曜日ね。さあ今度はどんな旅になるのか楽しみです。ということで、パラドックスさんね、皆さんどうも本当お世話になりました。またお買い物来てくださった皆さんどうもありがとうございました。でサンドヘルさんもねお疲れ様でしたということでこれで終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。